DJ を上げるとエネルギー節約が起こり環境の改善が進む。同時にエネルギー税を課して得られた税収を雇用を増やすために活用するという提案であります。より具体的には当時の旧西ドイツにおいては社会保険料の事業者負担分がかなり重く、その社会保険料負担を軽減する、つまり実質的な減税をすることによって企業が雇用をしやすくすることを考えたわけであります。要するに環境を良くするという一つの配当と、税制改革を通じて雇用を増やすというもう一つの配当、その二つの配当が一つの改革によって得られるということで、あります。ですので二重の配当をダブルディビデントと呼ばれているわけであります。この方式はトレードオフの克服を一種の社会経済システム、この場合は税制の改革において実現しようとする点で極めて興味深いものがあるというふうに考えられます。この二重の配当論はデンマークやドイツなどいくつかのヨーロッパの国々で採用され、一定の効果があったというふうに評価されているものであります。ビンス・バンガーの提案した環境税制改革で最も重要な点は、環境政策の目的と手段の選択において、環境政策の目的は望ましい環境水準を実現するということでありますが、その目的を実現できる経済や社会の在り方を合わせて考えるということが不可欠だという点であります。ビンス・バンガー提案の場合は望ましい環境水準を実現することと、当時の旧西ドイツ社会において大きな問題になっていた雇用を増やすという社会の課題を合わせて実現することを目指した社会経済構造の改革を税制改革として具体化した点に特徴があります。環境政策が成功するためには、具体的な環境水準として適切な目標を設定することが大切ですが、その環境水準を実現する際に同時に達成されなければならない経済や社会の在り方を合わせて総合的に考えることが必要になっているわけであります。そういう経済や社会のあるべき方向について示唆を与えてくれる概念が持続可能な発展や持続可能な社会という考え方ですが、そういう意味での、総合的な環境政策の目的と目標手段の選択が今後の環境政策において大きな課題になっていくというふうに思われます。本日はこれで終わります。今日の担当講師は上田和弘客員教授でした。番組制作スタッフは技術小畑和義、ディレクター島崎元彦、プロデューサー馬淵武でした。放送大学総合科目環境と社会を終わります。
学大学院の時間です。2015年度開設科目海外の教育改革をお送りします。